ロン・ワトキンスこと、ロナルド・アーシャー・ワトキンスは、アメリカ合衆国の匿名画像掲示板、ハチちゃん元管理人。2チャンネルとハチちゃんの所有者及び運営者である、ジム・アートキンスの息子。ロンは2016年から2020年11月に、辞任するまでハチちゃんの管理人を務めた。また、オルタナ右翼の陰謀論である、Q アノンが広まる主要な役割を果たし、2020年、 アメリカ合衆国大統領選挙で、ドナルド・トランプに対する大規模な選挙不正が行われ、ジョー・バイデンの勝利につながったという根拠のない陰謀論を拡散させた。一部のジャーナリストや陰謀論研究家は、ワトキンス親子の一方、または両方が旧アノンの背後にいる個人、またはグループの身元を知っているか、あるいは彼ら自身が旧そのものであると考えている。 ロンは2チャンネルの運営スタッフの一人であり、実質的な管理人だった。なお、5チャンネル及び 5CH は、ロンが日本国内で権利を有する商標である。8チャンは4チャンから派生した匿名画像掲示板。2013年10月にフレドリック・ブレナンによって開設された。2020年11月以降は5チャンネル管理人のジム・ワトキンスによって運営されている。 旧アノンとは、世界的な児童売春組織を運営している悪魔崇拝主義で、小児性愛者のカバールとドナルド・トランプ前、大統領が戦いを繰り広げていると主張する信用を失ったオルタナ右翼の陰謀論であり、FBI が民主主義の脅威と名指ししたアメリカ合衆国の自国産テロリズムでもある。米公共ラジオ局 NPR の世論調査では、 2020年時点でアメリカ人の17%が米民主党系の政治家やハリウッドスターなどのエリート層がディープステートを組織して我々の政治やメディアをコントロールしようとしている。もしくはディープステートは悪魔崇拝と児童虐待に関与しており、ドナルド・トランプ大統領は彼らと戦う救世主であるという旧アノンの高頭無形な主張を信じていると報じられている。 また、米国の公共宗教研究所が2021年3月に行った調査によると、共和党支持者の約25%が、旧アノン陰謀論を信じており、これは、米国民全体に換算すると3000万人を超えている。公共宗教研究所は、ニューヨークタイムズの取材に、これが宗教ならば、白人の福音派プロテスタント全体、または、 白人の主流派プロテスタントと同規模だと回答した。この狂った陰謀論は4ちゃんや8ちゃんで Q と呼ばれる蘇生不明の個人または集団によって広められ、8ちゃん管理人の論は Q の主張を広める上で主要な役割を果たした。また、論と彼の父親であるジムは8ちゃんへの投稿が本物の Q からのものであることを確認できる数少ない人物であり、 ハチちゃん解説者のフレドリック・ブレナンは2020年6月のアトランティックの記事で Q はジムまたはロンを知っているかジムまたはロンに雇われたと100%確信していると述べている実際に多くのジャーナリストや陰謀論研究者はワトキンス親子が Q と協力しているか Q の蘇生を知っているかまたは彼ら自身が Q であると考えており ジュリアン・フィールドはロンを Q が投稿するプラットフォームの背後にある技術的な頭脳とみなしている。ドキュメンタリー映画監督のカレン・ホーバックは、ワートキンス親子とハチちゃん解説者のフレドリック・ブレナンに3年間密着し、Q アノンの起源とハチちゃんの関連性を調査した。その調査をもとに制作された HBO のドキュメンタリー番組 Q Into the Storm の最終回で、 オーバックはロンとの最後の会話を紹介している。ロンはカメラに向かって次のように述べている。私はこの10年間毎日匿名でこのような調査を行ってきました。現在では公にしていますが、それが唯一の違いです。基本的には3年間の情報活動の訓練で一般人に情報活動のやり方を教えていました。これは 基本的に私が匿名でやっていたことですが、以前は Q としてはやっていませんでした。そして彼は Q として言っていたわけではありません。約束します。なぜなら、私は Q ではないし、Q であったこともないからですと訂正した。ホーバックは、これを論の不用意な告白とみなし、このインタビューとその他の調査からロン、ンワトキンスが Q であると結論付けた。ロンは、 シリーズ初放送の少し前に Q であることを再び否定した。Q アノン陰謀論者やトランプ支持者など、オルタナヨクが合衆国議会議児童を襲撃、選挙している様子2020年11月3日に8、チャンの管理人を辞任した後、論は選挙で使用された投票機のメーカーであるドミニオンボーティングシステムズについての陰謀論を広めた。ロンは、 選挙結果への言い申し立てに関与した弁護士で陰謀論者のシドニー・パウエルが提起した訴訟の先制供述書小人として指名された。その後、ロンは親トランプ派のニュース専門局オアンでドミニオンについて何度もインタビューを受け、大規模システムの技術アナリストとして紹介された。ロンは選挙後、ツイッターでコドマンキーズというアカウントを運用して大きな支持を得た。 11月には、フォロワー数がほぼ2倍の40万人となり、1月上旬までに50万人以上のフォロワーを獲得した。トランプは、選挙日から2021年1月6日までの間に、ロンの投稿を5回リツイートし、米ニュース誌フォーリンポリシーは、ロンを、トランプの選挙後のメッセージにとって、不可欠な一部と説明した。2021年1月6日に、 合衆国議会議事堂の襲撃が発生した後、ツイッターは Q アノンコンテンツの共有を目的としているアカウントを摘発した。ロンのアカウントは1月8日にシドニー・パウエルとマイケル・フリンのアカウントとともにツイッターによって永久凍結された。2021年1月20日にバイデンの大統領就任式が行われるとロンは テレグラム上で新しい大統領が就任したことを認めた。彼は12万人の支持者に対し自分たちは全力を尽くしたと述べ、過去数年間でできた友人との思い出を忘れずに元の暮らしに戻るように呼びかけた。ロンの母親、トンスン・ワートキンスは韓国出身である。ロンは高校卒業後中華人民共和国に引っ越した。年代にはフィリピンのマニラで 父のジムはトキンスと共に暮らしており、父が運営している、匿名掲示板、2チャンネルと、チちゃんの業務に従事していた。2021年7月現在、ロンは、日本の札幌市南区に居住している。ありがとうございます。